事業仕分けの結果が入ってきました事業仕分けで対象となった JAXA ・宇宙航空研究開発機構の広報施設は廃止と判断されました常設で丸の内にいなきゃいけないという必然性がまだお答えからは分からないんですぷらっと立ち寄った方が入れないという意味でやっぱり常設についてはあのこだわりあります100%国費に依存しててね今のような説明は納得が全くいかないですよね。 東京丸の内にある広報施設の JAXA 愛について仕分け人からは展示物の数などが中途半端で広報効果が薄いとの指摘が相次ぎましたその上で他に効果的な広報方法を考えるべきだとして廃止を求めましたただ JAXA の研究開発については現状維持となりました